ビルヘルム街78番地に立つ、フランス様式のプレス宮殿、ハンス・ハイン・リヒ11世フォン、ホッホ・ベルクは、ドイツ・プロイセンの主ンデスヘル、実業家、鉱山経営主。プレス公。ー。1905年に一代限りのプレス公爵に、女せられた。プレス公、ハンス・ハイン・リヒ10世の長男として生まれ、1850年から1856年まで、 プロイセン軍に勤務し、その後は、公爵家の資産経営に携わった。ドイツ皇帝ビルヘルム一世を呼び、ビルヘルム二世の首領長を務め、首領における功績を称えられて、首領用ホルンにその名が付けられた。1863年より、プロイセン貴族院議員となり、1867年から1884年までは、 自由保守党所属のドイツ帝国議会議員を務め、1890年からは、プロイセン国民議会議員となった。1873年から1875年に、かけ、ベルリンのミッテク・ビルヘルム街78番地の、帝国最小オット・フォン・ビスマルク公爵の、最小官邸のすぐ隣にある辞書に、ルーブル宮殿アロワール川の古城軍の影響を受けた。 フランス様式の小宮殿を建設させた。不仏戦争から間もない時期にこうした建造物をドイツ帝国の首都の中核部に築いたことでハンス・ハイン・リヒ11世は大きな非難を受けた。この小宮殿は屋根から突き出た多くの煙突のせいでベルリン市民たちから煙突掃除人の大学とあだなされた。ハンス・ハイン・リヒ11世はヨーロッパバイソンの繁殖でも知られる。 1865年、プレス公領への贈り物として、純血の平野ュバイソンのオス1頭とメッス4頭が、ビャオビエジャーの原生林地帯からプレスの森に連れてこられた。5頭のバイソンは1年以上の間隔離され、繁殖が試みられた。この繁殖は成功し、1936年には、プレス公爵下の森からビャオビエジャーの森へ、種牛が贈られた。 現在、ビャオビエジャーに生息するヒラノシュバイソンはすべて、プレス光量で繁殖されたバイソンの子孫である。1905年、皇帝ビルヘルム2世は、ハンス・ハイン・リヒ11世を一代限りの、プレス公爵に昇尺させた。晩年は、老王、老公爵などと呼ばれて思いじられた。また、ハンス・ハイン・リヒ11世のサ男ン,ンフリードリヒは、 1907年の日本滞在の記念に、マイセ戦陶磁器やベルリン陶磁器の工芸品、数十点を京都帝室博物館に寄贈し、同博物館の西洋陶磁器コレクションの形成に寄与した。1857年1月15日に、クライスト白爵夫人マリーと結婚し、マニ5人の子女を設けた。ありがとうございます。